た阿部学院高校小山芳美選手、フォール勝ちで決勝進出を決めました。第3マット、続いては中学生48キログラム級の準決勝です。試合ナンバー55、赤、神奈川ジュニアレスリングクラブ、河合由加子選手、青、星稜中学校、樋口ひかり選手の対戦です。第2マットは、ジュニア63キログラム級の準決勝2試合目が行われています。赤、自衛隊体育学校、佐藤遥香選手、青、大田市立商業高校、鈴木真奈選手の対戦です。第1マットは、続いてカデット60キログラム級の準決勝戦、第1試合、赤、香里が丘リベルテ高校、津田沙耶香選手対、志学館高校、米田のどか選手の対戦が行われています。第2マットは第2ピリオドのスタートです。
第3マットをただいまの試合ご覧いただきましたように、中学生48キログラム